さあ中井さん、まあ現役選手の中でも本当に一番そう長くでやすっている選ね。手というふうに。はい。北海道 MMA のまあ、リビングレジェンド的なところですよね。そ本当しに。てこの真っ向勝負、拳の真っ向勝負というのが非常に印象的ですが、兄貴、さあスタート。もともとデビューはシュートだったんで、兄貴選手も、まあ、実家のようなものですよね。それで、また戻ってきたって感じですね。ただ武田選手も非常にまあ、この階級のホープですよね。さあ前蹴りでちょっとバランスを崩した竹原、レスリングの前に出ベーます。スがあり、そうですね、こういう組ですよね。しかもこういろんな局面で戦うことができますよね。さあこ兄貴を動かしていく。う、うさあ上わ、からサイドから殴これる、サイはドから殴る。危ないぞ、止まってしさあまうぞ、こここれはは。ちょっとこのキープ力ですよね、そう、竹原のキープ力で。ちょっと兄貴が見動せきてを止よ、まった。レフリー止めた、レフリー止めた、レフリーが止めました。これは一方的にちょっそとれは投げられすぎましたかね。いや、やっぱり中原選手の強さが際立ってるんですよね。兄貴選手がダメだということじゃなく、やっぱこう中原選手の実力を称えるべきだと思いますね。一瞬レフリーに顔を向けて、なんでというか、そんな風にも受け取れましたけそうれでどすも、ね。ちょっと攻撃を止められなかったという時間そうがあまりにね。もありました。これやっぱりグランドでコントロールがうまいんですよね。本当に一瞬でしたね。もうちょっと兄貴選手の試合見たかったです。さあ9年と9ヶ月を経てシュートに戻ってきた兄貴だったんですが、新鋭の竹原が実力を見せました。残酷ですが、これが現実なんですよね。やっぱり時は動いてるんですよね。ただ兄貴選手はよくこの場に立ったと思いますよ。兄貴選手にとっては他のプロモーションで去年も試合がありましたし、2020年でも試合をしています。さあシュートで兄貴らしさを見たかっこんにたんちですは、が、鹿児島出身、竹原海生と申します。北海道、本当すごいいいところで、僕は自然とか大好きなんで、もう一回、試合、お呼びいただければと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。見事なノックアウト勝利、竹原選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。さあマイクもありましたが、第1ラウンド、パラエストラ松戸所属の竹原海生が兄貴から1ラウンド、グラウンドパンチによるノックアウト勝利を掴んでいます。